どうも、猫の目です。今回ムースショコラの作り方を紹介します。こちらのムースショコラが上からチョコレートのムース、ベリーのムースで、一番下ちょっと見えてないんですけど、チョコレートのサブレ、サブレショコラが入ってるっていう、こう3段構成のケーキになってます。まず一番上のムースショコラ、こちらはチョコレートのガナッシュを作って、そこに泡立てた生クリームを加えて作ります。でその下のムースベリー、このピンクの部分ですね、こちらが冷凍のフランボワーズとイチゴ、こちら果肉のまま使うことで種のこうプチプチした食感を残しつつ、メレンゲを加えてふんわり軽やかな食感に仕上げで流してます。で一番下のサブレショコラ、こちらこのセルクルに合わせた大きさに焼き上げて、仕込む際に一番最後こう上に乗せて冷凍します。もう逆さに仕込むことでここが絶対フラットになるっていう作り方なんですけど、この状態で冷凍して繰り返してセルクルを抜いてこの形になるっていう流れですね。スイートチョコレートを使用した濃厚なムースショコラに、ムースベリーがフランボワーズとイチゴですね、これを使ったこうちょっとキレのある酸味っていうところと、サブレショコラのこのザクザクした食感っていう、この3つの組み合わせがめちゃくちゃ美味しいので、ぜひとも作ってみてください。